令和3年1月7日木曜日です。今日の福田の家のお昼ご飯です。1月7日といえば七草がゆを食べる日ですが、実はこの日の朝に春の七草が入ったお粥を食べると1年間無病息災で過ごされるとされているそうです。胃を休めるんじゃないんですね。胃を休めるというのもあるかもしれないですね。七草がゆはちょっとしたお供で、今日のメインは三色丼。じゃんじゃじゃん。じゃんじゃじゃん。黒吹き大根的な柚子味噌和え、はい、と、きんぴらごぼう、レンコンたっぷりきんぴらごぼう、美味しいですよ。酢の物と、そしてわかめの中華スープ。ただの中華スープではありません。わかめたっぷりです。汁よりわかめが多いと思われます。では皆さん、しっかりいただきます。いただきます。